突然ルンバが段差から落ちてしまったりとかっていう風なことってもしかしたら起こるかもしれません。実はルンバ、ものすごく多くのセンサーを搭載しております。あなたの悩み解決、ルンバ相談室。はい、ということで、ルンバ相談室は普段ルンバをお使いの皆様からお問い合わせいただく、ルンバに関するお悩み事を一つずつ解決していく、そういった動画になっております。では早速お悩みの方行っていきたいと思います。本日のお悩みはこちら。ルンバが段差から落ちてしまいました。掃除を任せるのが心配です。はい、ある日突然ルンバが段差から落ちてしまったりとかっていう風なことってもしかしたら起こるかもしれません。これに対する解決策はこちらです。センサーのお手入れをお願いします。ということでですね、この実はルンバ、ものすごく多くのセンサーを搭載しております。ボタン一つで簡単に徹底的にまんべんなくお掃除するためのセンサーっていうのがものすごく多く搭載されてるんですね。でそれらのセンサーっていうのはやっぱり長年使っていただいて、長期間お手入れをしなかったりするとどうしてもホコリとかゴミが付着してしまいます。でそのセンサーの部分にホコリとかゴミが付着してセンサーが正常に稼働しなかったりするとやっぱり落下とかっていうようなものにつながってきますので、これからお話しさせていただくセンサーの部分をお手入れというのをしていただきたいと思います。ルンバについてるセンサーなんですが、各機種によってそれぞれ個数だったりとかついてるセンサーというのは変わってまいります。でお手入れに必要なものというのは固く絞った布か、あとはメラミンスポンジなんかで、センサーの部分を拭いていただくようなお手入れをしていただければと思います。いろんなセンサーついてるんですけれども、今回はセンサーの役割とか、どこについてるかというものもしっかりとお伝えできればなというふうに思います。では、お手入れに必要な各種センサーということでルンバをひっくり返していただくと、まず裏面ですね、段差センサーというものがついております。でこのセンサーが落下を未然に回避してくれるような、そういったセンサーになっております。やっぱりここにゴミとかホコリとかがついてしまうと、落下につながったりなんていうことになりますので、ここの部分をしっかりと清掃をお願いいたします。次のセンサーが機種によってついてるんですが、フロアトラッキングセンサーというものがございます。でこのフロアトラッキングセンサー、何のセンサーかというと、どの方向にどれだけの距離進んだのかなんていうことを、調べてくれるような、そういったセンサーになっております。でここのセンサーの部分も清掃をお願いします。次にルンバの表面になります。ルンバの表面、どの機種もなんですけれども、赤外線の受光部のセンサーがございます。でここの部分も角みたいになってるんですけど、ここの部分もしっかりと綺麗にしてください。そしてソフトタッチバンパー、バンパーの部分ですね、ここの前面の奥の部分にですね、センサーがやっぱり搭載されています。事前に壁を認識して壁にタッチする手前で速度を落としてくれるような、そういったセンサーになっています。なのでこのセンサーが汚れてたりすると減速しないでそのまま壁にタッチしてしまったりっていうことがありますので、このソフトタッチバンパーの前面のセンサーというのもお手入れをしていただければなというふうに思います。そしてカメラが搭載されている機種に関しましては、カメラの部分のですね、しっかりと綺麗にしていただいて、お部屋の中がしっかりと認識できるような状態にしていただければと思います。ルンバ本体は以上になります。で忘れちゃいけないのが、このホームベース、クリーンベースにも実はセンサーがついていますので、そこのセンサーもお手入れお願いします。ホームベースに関しましては、赤外線の発信部分と受光部分がございますので、こちらをお手入れしてください。クリーンベースに関しましては、ここの部分がですね、赤外線の発信と受光を行ってくれるような IR ウィンドウというようなものになっております。こちらの部分も清掃の方をお願いいたします。はい、というわけでですね、目に見えるセンサーだけど、これだけのセンサーがついてるんですよね。で、これらのセンサー、どれか一つでもゴミやホコリがついていて、センサーが正常に稼働しなかったりすると、やっぱり段差から落っこちてしまったりなどといったトラブルにつながってまいりますので、ちょっとしばらくルンバをお手入れしてないなっていうふうに思い当たる方は、ぜひこの機会にルンバのセンサー類のお手入れをしていただいて、末永くルンバとお過ごしいただければなというふうに思います。次回の動画ではルンバが部屋の隅のゴミを吸い取らないというお悩みを、解決していきたいと思います。ぜひそちらの動画の方もご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。